掘り出し聞き出し気づかせラジオエトセトラエトラジ。さあ6月の21日火曜日 June 24th, this day エトラジは第205回目を迎えております。まあサムネイルにあります通り、まみちゃん昨日もう作っといた送っといたんですけど、都市伝説ということでね、都市伝説豊臣の掘り起こしが起こってるんですよ、ね、いろんな意味でね、まあ、ちょっと遡ればさ、アッキーさんが豊臣姓になったその3年前4年前か、はい、あの時に京都新城が発見されてね、うん、新しいあの御所の横に秀吉君や、秀吉君の家があったんちゃうかとかね、はい、まあまあいろんなものが掘り起こされる、うん、どういったんかな、偶然の一致としてまあおもろいというか不思議というかね、豊臣なんて名前は天皇さんからいただいた名前やからね、賜った名前やからなかなかね、名乗れないとは思うんですけど、一般の方も含めてね勇気がある行動やと思うんですが、まあ、橋場姓を名乗ることなく一気に豊臣姓に名乗ってしまった豊臣雄姓さん、はい、アッキーさんなんですが、はい、まあ、完全に面白いことがあっての興味があってのそこから自分に置き換えて結局また僕は豊臣姓に名乗ったと、もう最新の朝のツイートにね書いておきましたけどね、これまみちゃんがどうやったらツイッター見れるか知りませんけどね、まあまあ、それはね社内ですわ。社内ですか。じゃない、名乗ってしまって、うん、そのことによって今週の土曜日はゲスト出演しますしね、豊臣さんやから呼んでもらえるってね、豊臣さんでしょう言うてくれてね、名乗ってもらえるっていうね、面白いと思う、興味を持つ、自分に置き換える、これで海運行打者今日は豊臣さんになりましたという話、そして結果的にはですね、掛布さんの YouTube 始めました、うん、送って、うん、今日か昨日かかな、ゾロ目見たらいいよっていう話があって、まあたまたま2時22分の投稿なんですけどね、はいはい、で僕の好きな感じ、今名刺に使わせてもらってる感じと感じ、ゴルフのグローブと、はい、そして今収録します手話のマイクと、で掛布さんのサインボールをね、まあまあツイッターに投げてるんで、まあよかったらね、はい、豊臣雄姓さん、ね、豊臣雄姓さん、まあ都市伝説ということでいろいろあるんですが、うん、まあジャブとしてはね、まあこの夏至という日にね、今日夏至なんですよ、まみこさん。夏至っていうのは何だったっけ。お昼が一番長い日です。お昼が一番長い日、ね、夏に至ってね、おまあそんな感じがあって、まあ夏至についてまた後でも出てくるかもしれませんが、そういう不思議なことが世の中にはあるんだと、うん、ね、でたまたまそれを、恥ずかしくて声に出せなかったことが出せるようになって出すと、今度は一気に溢れ出るというか、ね、まあまあありまんねん。そして、まあ、ひょうたんから駒話、勘違いから、まあ、人が世の中動いたりするっていうね、ダブルアッキーさんの番組を見て、アッキーさんで会いたいですって言って、ほんでこっちのオーナーは僕の豊臣の方のアッキーを、紹介したりでスケジュールね、第2土曜日に読んだら、どうも違う感じ、なんか俺も違和感あるな、まみちゃんも何かに感じてた、気づいてた、で結果的にはもう一週、次の週の第3週のアッキーにも、の方やったいうことが多分分かったよね。そっちにも声かけたり、いや言いながらの声かけで結果的には処理したらそっちのアッキーさんにも出るっていうね、まあまあだからそれは勘違いから生んだんで、俺別に何も悪ないでしょ、受け身やもんね。でうちとしては登竜門、はい、うちの番組に出ることで、そのまま番組パーソナリティをされる可能性がある方が非常に高い、高確率で、まあ、やる気になるというか面白いと思ってもらうっていうのもあって、それを何も感じて結局、うちの方の豊臣のアッキーを紹介してくれたと僕は思ってるわけ。で、結果的に鈴木さんの方のアッキーさんの方に、はい、まあまあ会いたかった言ってるけど、鈴木さんのアッキーさんの方に出た豊臣のアッキーさんとの番組をまず見たらしいからね。言うたところでね。だから勘違いする理由は様々にありながら、その勘違いから始まって、じゃあやってみようからいうお試しの日にゲストさんが、まあ、大人の事情で来れんかって、それを聞いたアッキーさんがね、こうやったらまみちゃん仕切りで、10分ごと3人ね、先輩の3人を、まあ、ボス連れてこうしげちゃんと3人でやってみたら言うてね、それを、誰かが反対したり誰かがノーを言えばありえないね、そしてまみちゃんが不機嫌になればそれもありえない、ね、それ皆さんの協力のもとでできて、でそのうち僕は自分のバス分もエドラジ字幕入れて上げてますしね、自分の管理下にある分は上げてる、公開もしますしね、だから誰かの
許可とか何とかとかじゃなくて自分の出演分としては上げてる。で他の分に関してはいたずらできへんからねあれですけど、まあ、そうやって世の中にはそういうどういう点かな勘違い、まあ、ひょうたんからこう前言いましたけどいろんなことが起こってきて結果的にまみちゃんのお時間ですってねタイムアップの、ね、絵面ありますけどねまさかまみちゃん俺あんなことしてるとかタイムってあのよ野球でもバスケットでもタイムの時 T マークしますやんお時間ですタイムアップとかでやってるしボス自らなんか話しとったねだからモデルのナイキのモデルの話してた時にバサー切ってでも切ることで改めてちゃんとゲストで呼んでやっていうことで名残惜しんでタイムアップそして次ねしげちゃんが9時で上がらなあかんの分かってるからお互い10分10分ってそこはもう時間で切ろやいでねで優秀やったのはアッキーさんだけどアッキーさん9分30秒でもうそろそろエンディングやろうってマミちゃん呼びつけてでエンディングを取るっていうね見事に30分番組ができてるっていうできましたか、はい、奇跡やんで仕切れる子っていうのも奇跡やん、うん、で出たい子いうのも奇跡やん、うん、で結果的になんか俺が当て馬のように語られてるオープニングトークアッキーのやるラジオ聞いてあげてオープニングで俺の話してんねんかませるにとかアッキーは言うてんねんけどちゃうやんな俺はただ紹介されたからじゃじゃはアッキーや思ってこっちを豊臣を読んの方に時間第2土曜日の俺の番組に呼んでんねんから、うん、その時点で第2土曜日ちゃうでアッキーさんの番組は第3やって気づきやそこでけえへんやん違いますよと、ね、そっちのアッキーちゃいますって言うてもええ話、うん、で俺が誘った時にいやいやこっちのアッキーちゃいますから俺とマミちゃん見てさ、うん、あのごめんなさい間違えたから出ません言うてもいいし、ね、俺出たくなかったらマミちゃん通して言葉入れやって本人に言うて帰ったやんな、うんうん、俺結果的に、うちの番組出ることもそのやるラジでは言うてるから出るんややな、うんうん、でも俺なちょっと気になるのかな名越し8月ぐらい出るんちゃうんかったっけとか、ね、だそうなったら逆にダブルブッキングして、うん、もうじゃあ二部制や、うん、前半後半それでもええやんそれで、うん、もうやられたらやり返す作戦やな、まあ、こうやって口にするのもおかしな話やけどちょっと中し確認だけしてほしいねたこ焼きいかなあかんしな、うん、でたこ焼きねでそれはそれや世の中勘違いが生まれるわけ、うん、でそれはそれ同じことで俺前の日に都市伝説番組見ててね、はいはい、おでこに傷あった男の子がね、まあ、あるその、うん事件を起こした人の目の前にね改めて生まれ変われとして現れて、うん、お前にやられたってねその傷これやでっていうシーンを都市伝説番組で見てたその翌日にお電話かかってきまして、うん、これがいつものネタですよ、はい、前世占いのおっちゃんが、うん、でも知り合いやけどね手は見せたことない、うん、普段僕隠してたからねグーとチョキしか出せへん言うてるでしょ、うん、で右手なかなかじゃんけんしてパー出すこともないって言ったらその手のひらにですね傷があるわけですよ、うん、ね後々太陽運命線と名付けられる傷がある僕太陽運命線を持ってたんですよ太陽線やと思ったんです、どういうことか言ったらこの人差し指じゃなくて薬指に向かって流れてると思ってたら、はい、先っちょがもう中指だから中指に向かって流れてるものは運命線だと太陽線は、薬指に対してっていうのを、まあ、別の占い師さん番組中に教えてもらってねラジオの収録ほなもうも太鼓運命線っていう名前で行きますわ言うて、まあ、その太鼓運命線を、全然占いのおっちゃんが見ても見たことないのにお前傷あるやろ大阪帰って医療少年ピエドリ来てみおもろいから言うて言ってくれたその面白いから、あおもろいわじゃあやってみようで何やった興味を持って自分に置き換えてね、もう豊臣店になったしどうしよう言ったら6月13日どうしよう思ったら夏空で豊臣店さん出てきてね、うん、弁士の豊臣店さん、うん、遊ぶ声で富の豊臣店さん出てきてそこからじゃあちゃんと豊臣の名前でね、うん、名付けてみようってなって実際の豊臣さんは9月からその年になってるから9月から正式発表、うんね、そんな段取りがあった今日は、本能寺の変の日本能寺の変本能寺の変なんですよ。Historical Incident 本能寺の変。ね、どっか書いてるわ。1582年の6月21日。もう僕らで普段は言ってるのは天正12年6月2日。うん、要するに6月2日説。普通に6月2日が天の、本能寺の変があって、うん、その後の6月13日に明智君を秀吉が破った日として知るんだけど、うんうん、西暦に直すと1582年6月21日らしい。1582年ね。82年のね、うんで。要するに今日6月21日でしょ。はい、今日も本能寺の変の日って言ってるね。まあ、この本能寺の変のおかげで豊臣政権がまあ構築される。まあ、本当にきっかけになったっていうね。まさに太鼓運命線の日なんですけどね。まあ、都市伝説っていうそのサムネイルになってるっていうのはまあそこにも意味がある、ね。そしてミスター都市伝説。まみちゃん知ってるかな？ミスター都市伝説。はい、もう今芸名もそうらしいんだけどね、うん、ミスター都市伝説関明夫さんの誕生日と関明夫さん1975年6月21日生まれ、はい、信じるか
なんとかはあなた次第よ、あの都市伝説テレビ大阪テレビ東京系でやってる一番メインのおっちゃんや、ね、あの人吉本興業所属なんですけどね、今ねセキルバーグカフェいうのも東京の自由が丘で経営されてる、すごい自由が丘で、うん、だそうです、うん、はい、あの関谷明夫さんもうミスター都市伝説関谷明夫っていう芸名らしい、うん、ね、あの一番都市伝説であの顔となってる方や、うん、かあの見たら都市伝説見たら分かる、 あの一番、まあ、有名いうか、うん、一番都市伝説の顔してる子ね、うん、まあ、本も書いてるらしいですけどね、それから松本優さんも誕生日、1965年6月21日までは B 型、E 用はまた6 だからが今昨日まで56だからやから57になられたみたいね、あ、おめでとうございます、おめでとうございます、 Happy birthday。 B カンパニー所属、うーん、 B21 スペシャルいうのがヒロミさん旦那さんの会社じゃない、うん、グループ名やから、うん、そこの B カンパニーちゃうかなということで、今はもしかしたらヒロミさんの会社所属かもしれない、プロダクションとして B カンパニー所属、松本伊代さん、多分小園伊代さん、小さい園と書いて小園伊代さん、はい、本名ね、おそらくね、はい、冷蔵庫の日冷蔵庫の 日なんだこれちょっとあの裏取りできてません、スナックの日、スナックの日、弟子に餅を固くして歯固めをするっていう、まあまあ儀式みたいな由来があるらしくて、今日はスナック日の日、まあ、スナック菓子食べてくださいということですかな、はい、何調べてまんの、都市伝説ってなんていうのやろう、都市、あ、英語で、そう、名詞みたいなもんちゃう、なんて言ってんの、名詞、アーバンレジェンド、伝説は、あ、レジェンド、レジェンド、アーバン、アーバン、アーバンも都市やけど、まあまあだから都市、うん、そこが都市伝説の都市をあのこだわるんじゃなくて、ね、え、不思議な話、うん、あの世にも奇妙な物語として調べた方がいいと思うんだ、奇妙な物語、不思議な話とか、そんなの方がいいと思う、名詞までいかんでいいと思う、奇妙な物語で出してちゃう、はい、マミちゃんが調べてる間に、うん、僕は楽しみにしてるのが井の文新聞でございまして、ね、井の文、雑貨屋さんかな、うんうんうん、テーマ橋の七本京阪通りも入ってあるんですが、うん、井の文さんがね、5月号も持ってるんですが、6月号、うん、やっと最近入手できまして、うん、毎月あの月始めにいわゆるわらばんし風の片面、はいはい、B4、A3 か、 B4 片面ぐらいのね、うん、ほんまに昔ながらの、うん、学校で作りそうなわらばんし風井の文新聞の発行してましてね、うん、まあまあ、 あのスタッフの方が手書きで書いて、これどないしてガリバン風にして吸ってんのかな、これどう考えても元々の原稿は直筆でしょ、これ、ね、みんなね、うんうん、全て手書きでしょ、それをうまいことね、昔風にしてやってるのかな、思うんですが、ね、懐かしい感じしますよね、小学校の時の雰囲気やね、この紙ね、紙質もテストの紙こんなんやったもんね、うんうん、天使が吸ってはったからね、あの、ガリバン印刷みたいな感じでね、うんうん、はい、ということで、そこにありました、一つはオートミールバナナパンケーキの作り方について書いてあるんですが、はい、まあ、ねまあ、また参考にしてください、はい、ね、オートミールね、はいはい、なんですが、もう一つ1年続けて良かったこと3選言うて、この方は読書と毎日 1.5 リットルか2リットル水飲む、それから帰宅したらメイク落とすっていうことを言ってはるんですが、うん、もうあの井の虫も出てることやからそれまでで、うん、誰がっていうのももしかしたら名前が入ってるかもしれないんですが、うん、マミちゃんが、うん、俺知ってることあるけどな、マミちゃんのことで知ってることあるけど、はいはい、1年続けたこと、続けてまあ良かったことになってるわな、はい、3戦までいりません、1戦でもいいんで、よかったらなんかあります、ツイッターかな、あ、1年は経っている、もう真面目に投稿、はい、連続投稿1年されたような気がします、な、ほぼ、まあ、休み忘れたこともあるかもしれないけど、ほぼ1年間ツイッター真面目に投稿されましたか、はい、うんうん、なるほどな、うん、いや、うんっていうか、そうやな、かな、うん、僕はもう毎年言うてるけど、ラジオ収録かな、1年、あ、毎日じゃないけどね、ラジオ収録してラジオ音源は結果的にあるから、うん、か過去アーカイブも含めて出してる、だから要するにそれを出してるのどこやで、ツイッターが、あ、アッキーさんもツイッターはツイッターか、そういったかな、で最近ね、これ1ヶ月レベルで言うとゴルフ毎日練習してますね、それから腹筋やってますわ、腹筋やってますっておかしいか、腹筋は筋肉、腹筋運動っていうかね、腹筋運動ね、はいはい、まあまあ、そうやってるかな、えー、1年前も確かこの
腹筋運動はやってた気がするけど、ね、いつの頃からかちょっとおサボりが入ってまた復活するっていう感じかな、うんうんうん、はい、まあまあ要するに1年続けてきてよかったこと、このイノブジムのお姉さんは3個ですけど、まあよかったらリスナーのあなたも ね、あ意外と1年やってるわってね、うんうん、これ奇妙なお話は奇妙、なんかストレンジとかやから、あちょっと、まあ、そんなちょっと違いね、例えばそうですね、アンダーグラウンド、アントラストブル、ちょっと信じがたい、信じがたい話とかかな、あ不思議な話の方が面白くない、別に不思議、ストレンジ、クリア、まあ、よろしいますけどね、アッキーさん6月25日午後4時頃から生放送、キエの部屋へようこそゲスト出演が決まってることはチラッと言うたね、さっきね、さっき言うたね、でマミコさんは、よろしお待つすな、週末は博多ですか、僕この前阪神百貨店で、コーヒーフェアしてた時にレックコーヒーさんの名刺もらったんですけど、レックコーヒーさんね、お時間あったら行かれるのどうですかと思って、あの博多の丸井にもあります、あるみたいですよ、だからあのこれどっか駅前わかんない読めないけど、まあいろいろ結構ね 1,2,3,4,5 天神橋ってもあるみたいですよ、 1,2,3,4,5,6,7,8 店舗ぐらい、あ1つこれごめんなさい、2つは水道橋と渋谷か東京か、福岡に 1,2,3,4,5,6 軒ぐらいあるみたいですよ、それが阪神百貨店に出店されててね、うん、これねコーヒーフェスタでねやってはったんでね、はい、でコーヒーとサウナがたまたまリロコーヒーさん6階でねやっててね、あらまあ、ね、それこそ僕ゴルフコーナー行こう思ったらね、うん、ゴルフコーナーが端っこにあるんですけど、そこ通り道の、うん、通りすがりにコーヒーとサウナああいうコーナーがあってね、イベント出るやつで阪神百貨店の6階でやってあって、あれこれってあのリロさん、え、これ啓太君とこ山本、あ中村さん言って言うたら、あそうですよとか言って、でしばらくしたら休憩から帰ってきてはってね、あ、まあ、それこそ 3,4 年ぶりこの名前以来お会いしまして、ほんですぐまみちゃんに情報を送ってね、はい、リロコーヒーさん阪神百貨店出店してはるでって送りましたやろ、でまみちゃんも会いに来はったと、はい、で投稿上がってましたよツイッター、はい、でなんかチルプレッソみたいな、チルプレッソ、あのコカ・コーラさんがなんかそうね、自販機に出てるけどね、はい、入ってはるけど、はい、エスプレッソとね不思議コーヒーを飲んではったんでしょ、チルプレッソ飲みました、なんか上がってました、はい、それを踏まえて本日のお題は何にしときますの、都市伝説ですか、そうか本日のお題ね、公園やったんです、公園ってどの公園、パーク、あのパークの方、パーク公園ね、わかりました、夏はすぐ来てすぐ終わる、今日夏至やからね、うん、まあまああの早いのよ夏は長い、あの お昼が長いんです、大阪町日の出4時44分、日の入りが19時14分頃みたいです、今日なんか ね、はい、長いで、それを含めて言うとやっぱ公園で、あの夕暮れ時ね、それこそ7時過ぎのちょっと凪じゃなくて風がちょっと吹いてた気持ちええよ、やっと気持ちようになるわ、昼間は今湿度も高いしね、暑いけどね、昼間はね、公園で木陰に入ってね、まあ飲むもよし食うもよし、この前なんかおにぎりに入れたおにぎり、頬張るもよし、いいよ、野球場併設して子供たちが少年野球やってるとこもある、うちの近所の公園ではね、そこ通って商店街抜けて、商店街開けてあるから涼しいでしょ、でそこまで行くのに中間点に、ほら喫茶店、モーニングやってる喫茶店ね、BS としときましょうか、略して BS,、はい、BS さんがあって、そこ横と、はい、裏道をシュッて抜けた公園があって、はい、で土日だったら朝8時ぐらいから少年野球始まってて、その横をスーッと公園抜けていくと商店街、魚屋さんとかってね、でそこ抜けてちょっと涼みながら、です公園話でしょ、公園話、はい、うん、公園ちゃんと通ってる、昨日通ったよ、あそうか、土の上を歩こうみたいな公園ぐらいしかないんでね、この辺秋のゲステーション会、はい、公園土に土にしよう、はい、どうぞ、なんか滑り、私小さい時に、うん、滑り台のところにこう段ボール、はいはいはい、段ボールを反り代わりにして、そうそうそう、反り代わりやって、うん、滑っててみんなで、うんうんうん、滑り台の上から段ボールごと落ちたことあ、滑り台に滑らんと段ボールが滑り台の上、ま、あののスタート地点から落ちたってこと、多分はまってなかったんでしょうね、あーレーンから はみ出て落ちたってこと、そうそうそう、多分まあ途中でこう、まあ、低いけどそんな高くないけど、怖っ、バランスが崩れたのかな、あ、まあでもボブスレーだってあのきちんと行けばいいけどずれることあるって思うもんね、うん、見てて、ね、あ、まあ、あるやろうけどね、ちゃんとゴールすることが
当たり前かもしれんけど、うん、なんかボブスレーのあのレーンから外れそうな、そう、ね、ひっくり返りそうな、うん、大丈夫かないうのあるやん、うんうん、その感じで実際落ちたわけやな。ちょっとだけ滑り台ちょっと一瞬できひんかったことがあって、あ、トラウマなるわ、怖いわな。でもまあまあもう今は大丈夫、大きくなってからは全然大丈夫や、ね、通天閣できたらしいですね。そうよね、あ、一応避難経路含めて県らしいけどね、避難経路としてもか、だから上からシューッと守ってこれるからね、あれは屋根あるから安全かな。まあそう、まあ、その落ちたりはせえへんと思うんで、ね、うん、野外の滑り台はな、うん、あれ何歩ぐらい高さ、15センチから20センチもないんじゃん、あの横のなんていうのガード、ガードね、うん、そうそうそう、ガードがね、そうだから普通に滑るんやったらいいけど、やっぱああいうね段ボールがちょっと高かったらちょっとバランス超えてもだよな、そうね、なんかこうバランス崩れたんでしょうね、うきっとね、怖っ、うわ、ちょっと待って、想像したら余計怖いな、で今の俺らの体重でいったらすごい、圧っていうか、力かかるやん、うん、万有力の法則な、うん、まあ、子供やからちっちゃかったし軽かったやろうから、それなりに、うん、あの軽症で済んだんか知らんけど、 う、ね、うん、うわ怖っ、なんかね、でも昔から公園って変わらないよね、遊具というか、あ、まあまあ、ブランコとか置けるもんがね、安全配慮して滑り台、鉄棒、シーソーもあるとこあるで、シーソーもね、あるね、うん、あるとこな、うん、運転とかね、あんまり変わらへんねんね、なんかこう新しいもんっていうかね、うん、公園は公園やなと思って、いや開発したらええやろし、やればええのにね、ねえ、うん、なんかそうやなと思って、ジェットコースターで新しいのいっぱいできてるから、ね、うん、なんかそういうのとかね、うんうん、後ろ向きやったりするんでしょ、うん、あのあそこ USJ とかでも、 USJ とかはね、それまあ遊園地ね、まあまあ遊園地やけどね、うん、遊園地も広い意味の公園じゃろ、うん、うん、そうだね、じゃろじゃろ、うん、公園、まあ、あの、夕暮れ時というか、朝早くって言うんですよ。あ、僕、朝早くね、あの、朝靴を下ろすんですけど、うん、そうやって下ろした時は、近所の、また別の公園で、京阪電車が見える公園に行ってね、うん、ちょっと土鳴らししますけど、ね、うん、ほんまやな。この辺、3カ所公園ありますよ。ありますね。用途に応じて。なんか、中国行った時に、うん、あの、公園っていうか、まあ、公園やね、公園の入り口とかで、うん、あの、ゴーさしてる人とか。あ、ゴーか。俺、太極拳の格好してしまった。太極拳の人もいはるけど。ゴーさしてはる。五番やってはるわ。五番とかがあったりとかし、うん、ね、みんなね、外でね。やってはるわ。と思って、うん、青空、まあ、そう、青空豪華豪対決か、うんうんうん、大阪、まあ、あの、あ、大阪城公園にあのラジオ体操の、あれ、あ、台あるやん、台があるけどね、うん、そういうのがあったりする、あ、そう、なんかトランペット吹いてる人もいるで、あ、そうね、なんかいろいろね、そういう感じでこう公園の思い出、思い出いうか、僕はもう昨日一昨日通ってますから、ね、いや、ほんま土感じる思ったら最近公園行かんとない、土感じれないですよ、アスファルト周りアスファルトだらけでね、うん、はい、まあね、この辺りはね、大阪城公園、あ、大阪城公園もちろんあるある、そうや、でも大阪城公園も上り着くまで、報告神社行くまでアスファルトやからな、意外とな、ね、はい、ということでお時間でございます、はい、お時間となりました、ありがとうございました、ありがとうございました、それではまたお会いしましょう、 Thank you for listening, see you next time、 豊臣政権復活してるよ。